務めと国民への深い信頼と敬愛を持って行い得たことは幸せなことでした。象徴としての私を受け入れ支えてくれた国民に心から感謝します。続きましてこちらです。明日から始まる新しい令和への時代が平和で祈り多くあることを皇后とともに心から願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈りますと述べられました。そうですね、象徴としての私を受け入れる、ね、全く同じ、地面といいますかね、はい、国民と同じ地面に立ってですね、自分と国民、そういう対比でもってこう話をされている、本当にこう、言葉あれですけど上からではないですよね。いつもそうですが、国民一人一人と一緒に歩むという言葉をね強調されて、象徴天皇としての在り方を常に考えられていたということなんですよね。支え